私は絵を描くのが下手です。理由を考えたところ、描きたいものは頭に浮かべられていないからだと気づきました。毎日一緒にいる家族の顔や好きなキャラクターの顔も頭に思い浮かべられません。普段の生活で人の顔やキャラクターの顔などを覚えるのは得意な方です。改善策がありますか？描きたいものも頭に思い浮かべられていないからといって絵を描くのが下手ということはない気がします。今の話で言うと、実際にある、キャラクターとか、登場人物の、話題が出てましたが、抽象画を描く人なんかは描きたいイメージとかできてないんですよ。僕が一番好きな現代アーティストさんで、前野咲さんって人いるんですけど、この人に聞いたんですよ。最初からこういう絵をできるってことを考えて描いてるんですかって聞いたら、そうじゃないと。何回も何回も描き直したりとか塗り重ねていって、でそれでだんだんこう自分の心の形が見えてくるって話をされてたんですよ。だから、頭の中にイメージが浮かび上がってるからといって絵をうまく描けるわけではないし、ただ単にその絵をね、正確に描くんだったら普通に写真撮った方が早いじゃないですか。だからそれは別に関係ないんじゃないかなと思いますけどね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。